ではこの「大書記物図」について解説したいと思います。で、解説しようと思ったところで、まあ、一回、解説してますので、クリックしたら、ありません。これは消されました。消されたんです。で、どうして消されたというかというと、何度も確認してますのでね、ある時に気がついたんですね。まあ他のところはこう動画が出るんで、ここだけ消えた決定的な理由はですね、出版された言語は辞書記物図です。で、ここに見せ消しで丸で消して字と墨で書いてるんです。これはペリカン社版言語をお読みになると、ご覧になると分かりますが、それはまあ専門に研究する人向けなんで、その他の梅園全集版言語、岩波日本思想体系版言語は全部辞書記物です。図です。で、これ間違えても無理もないんですよ。訂正したのは三浦孝鶴です。で、辞書記物とこう合わせたんです。梅園は大書記物図と書いたんです。それで孝鶴と梅園は、まあ、思考の様相といいますか、思考にはまあ性格みたいなもんで癖があるんですよ。三浦孝鶴はこの字面を合わせたがる人なんです。これはまあ藩の漢学の教授でしたから、まあ漢籍に非常に長じていた。あまり評価されていませんけれども、まあ独創性はないんだけれども、これも良き儒者なりと褒めている人がいます。それから書に関しては父梅園をしのぐのではないかと言われていまして、実際私も書に関してはちょっとすごいなと、そういう書が残っています。で、ここは辞書記物図と書き換えたんですね。で、本来梅園は大書記物図なんです。まあしかし、動画を消すことはあるまいにと思いますけどね。これから研究すればいいことなんで、これも何度も何度も確認して再生できるように、できることを確認した上のことですからね。こういういやらしいことを随分やられました。で、これが大書記物図っていうのが梅園の命名であるとすると、出版された言語からは研究ができなくなるんですよ、この図は。で、大書というのは大きな場所ですね。辞書、これは宇宙空間から我々がまあ立っている、座っている、そこにいる地球上の一点も全部ひっくるめて大きな場所にいるんですね。だから空間と時間のことを大書と言ったんです。で、その中に周期があります。ここ「小物」って書いてますけど、大書に比べたら、例えばアンドロメダ星雲だって一定の周期で回っているんですけど、大きな時空間に比べるとそれはちっちゃいですよね。だからこういうところでは、稚冊没部でいう小物と小冊で言われる小物とはまあ違うんですよ。で、生物もまあ、生物であれば大きいもの、ちっちゃいもの、まあ天地とあって、まあ物と書いてますけども、周期は生物で言えば寿命なんですよね。太陽でも寿命があります。銀河系にも寿命があるでしょう。全て寿命があるんで、それを期というんですよ。これはまあ短いもの、長いものとありますよ。期というのは循環輪廻の期ですから、生物の世代交代のことを言うんです。で、これは輪廻の期ですね。で、環は循環の環、一文字を当てているんで、ここだけ見てこれが
臨費の比であるということがわからないともう読めないんですよ。で、循環は天体の回転運動のことですね。物、天地大小とありますね。天地大小、大きなものは天球とか大きいですね。大なるものです。小なるものは地球上の、砂粒一つでも小物ですね。それぞれ天中がありますよと。でこれ全部この時空間に比べたら天球だってちっちゃいんですよね。だから、まあ、大小と奇物、物として存在すれば必ず周期と何者かその形があるわけですよ。物体があるんですよね。そういうことを語っている図です。ですからこの図のスケールの大きさっていうのは、私も30年ぐらい辞書奇物図で大小というのはいくらなんでもおかしいなと思ってたんですけども、ある時ふとこれはこの大宇宙に比べたら小さい、天球とて小さい。だからその天球の外は弦と書いてい いるんですね。わからない世界、まあアンドロメダ星雲のような星雲でもそれは宇宙に比べれば小さい。これあくまでも相対的なものの見方しますから、当然といえば当然なんですよね。だから小札小物が動植物鉱物類を言ってるから、これもそうだろうと思ってたら、この大小はあくまでも相対的なものであるということですね。で、時空間も物にしている。これはまあ地札没部の図ですからそうなります。まあこれで解説を終わりますけど、まあ出版、商業出版されたものというのはそんなものです。それを絶対的な根拠にするというのは実は間違いなんですよね。常に原点に立ち返らないといけない。それはもう諸筆復元版がっていうか諸筆のその自筆版ですね。そのうちのその諸筆、最初に書いた筆だけがまあレイヤーという概念を使えばファーストレイヤー、第一レイヤーになると。バイエン自身の訂正であることが明確に分かるものが第二レイヤー、それから、まあ、口角の訂正であろうと思われるものは第三レイヤーにおいて、それでまあ重ね合わせられるようにするといいんですよね。そういうことでこれを動画では見られないんだけど、まあ、これをアップしたいと思います。しかし時空間を大きなものとしているこの先進性は驚きますね。からこの図で注意することは、小札小物ではなくて地札没部でいう小物だから、星雲なども小物に入ってしまうというどでかいスケールですね。これが言語という本の凄さなんです。まあ、そういうことで終わりたいと思います。まあ、幸せそうですね。かわいいですね。みんなそれぞれその場にいるわけですよね。で、この解説を書いた時点では今語ったようなところまで私も分かっていませんでした。だからこのまあすごい図ですね。まあ、これで終わります。